はい、山口県伝道師ゆみさきふみです。なんかゆみちゃん足出させてってこんなやろうって感じなんですけど、私的、あ、なんだっけ、ここなんて言うんだっけ、デコルテを出すらしいですよ。よくわからないけど、でもみんなにはあの新宿でクライナー持ちながらもう飲めない、でも白飲もうかなって言ってるらしいです。よろしくお願いします。かわいい。さあ、ふみさんはここ見せたいと思って、そう、いっぱい出しちゃった。はい、バンタイジャパン石川県の伝道師リーダーの安原芽衣です。春川あゆみちゃんの服を家から着てきました。あの、入った時に足の長さが違いすぎて引きずってて、これが現代のことの差かって思いました。で、私の服は島田が着てくれてて、あの、本当によく見る格好です。そのまんま薄くてごめんねっていう感じなんですけど、島田の体が好きなので、皆さんも存分堪能してください。よろしくお願いします。はい、埼玉県の伝道師春川恵美です。私は藤崎ふみさんに服を借りました。ところが、なんかすぐ丈が足りないです。そういうものじゃないですか。あ、そうなのか。こんな感じ？はい、あんちゃん、これくれていい？靴下に10円玉ぐらいの穴が開いてるんですよ。それも、くるぶし。切るときに、なんか切れて、なんかそう、切っちゃったやつ。最初じゃ危ない。はい、丈足りない T シャツです。足りない？嘘、嘘、やば。はい、神奈川県の伝道師港里真と埼玉県の伝道師持丸由紀です。今日は私たちは交換校だね。あの、私は、あの、ゆうきちゃんはいつも割とやんちゃな格好をしてて、あの、全部隠してやろうと思ってでも、あの、私だったらあまりロング丈が見ないなと思ったので、でもやっぱサイズ感が違いすぎるから、私がここぐらいのやつを着たらきっと長くなるだろうと思って持ってきたら、これ本当七分袖なんですけど、もうぴったり計算通りでした。でね、一番上まで締めてもらってで、これもかぶせて可愛らしくなりました。イエーイ、大満足です。私はリマさんいつも白いから白いの着せたらどうなるんだろうと思って真っ白のやつ着てもらいました。可愛い、すごいここがエッチです。みんなは触っちゃダメです。ゲットしてね、お待ちしてます。はい、静岡県の伝道師里中くんです。今日は葵ちゃんに服を借りました。なんだろう、これはなんか、くーさん割とワンピースいつも着てるなって思って、なんかタイトなスカートってあんま見ないなって思って、ちょっと見てみたいなって思って持ってきました。ちょっとマーメイドみたいな感じで。あとは髪の毛は、あの、指定はしなかったんですが、きっと巻き髪で来るかなって予想したら巻き髪だったので、ちょっとハッピーでした。あ、かなちゃん、かなちゃんのポイントですか。なんかゴシック意外と好きなのかなって思って、ゴシック目のワンピースを持ってきました。好きなのでこれ持って帰ろうと思うんですけど、いいですか。初めての生物と遭遇した。虫虫でした。Thank you.
もう一枚いきまーす。はい、いきまーす。3、2、1。テンポさん、テンポさん、テンポさん。はい、いきまーす。はい、3、2、1。もう一枚いきまーす。メイさんの来ました。安原メイでしかない。全身が安原なんだ。囲み折った。最大これ、うん、マジこんな短かったっけ。こんな短っけ。個別の受付に移ろうかな。特典券1枚で社名またはサイン、特典券2枚でチェキご希望の方、前の方に、あ、全員社名だ、全員社名、特典券4枚で全員社名、特典券15枚で全員チェキ、特典券5枚で8枚セレクトチェキご希望の方、前の方にお越しください。ジュリアの服は ほのかです。ツイートしてると思う。ツイートちゃんとしてるからみんな全員のね、ツイッターを全部見てください。見てくれたらわかる、誰がどれか全部わかると思います。まず全員サムです。そして、特典ぜひ皆さんゲットしてください。三沢らは春川あゆみちゃんの服を着ています。ぜひゲットしてね。メイさんの足をそんな出てないよ今日。足をゲットしてくださいね。かなちゃんはクーさんのお洋服ゲットしてね。オッケー、じゃあ真ん中、真ん中来て、真ん中の部分で来てもらう。みんなツーショットでお願いします。こんな感じの服です。お手振り、真ん中あ。ササメタルだ。あれみたい、あのメタルのバンドの人で、あのバンギャ、バンギャかっこいいっていう人。いやの借りました。それ髪飾りつけてるの忘れてた。あ、じゃあつけてってもいいですか。取った方がいいよね。まあ、つけてない方がいいとは思う。つけてない方がいい。そうだします。みんないつもと違うよ。ジュリアさんはセナちゃんの服です。そう、クーさんらしい服なの。ぜひゲットしてね。ちなみにこの髪飾りもクーさんにお借りしてました。ナイタ、ナイタ、ピエンがいる。ピエンが、ピエンがいる。誰か、ドンペリ、ドンペリピンドン、エンジェル欲しいなみたいな。担当に下ろそう。シャンパン担当に下ろしちゃう。担当に
今日締め日だから担当に。大臣締め日って何？あの1ヶ月のコストの売上が決まる日です。その日にみんなガストンを取るためにいっぱいこう積むんです。なんで知ってるの？なんかコストとかの漫画面白くないですか？知らない。やばいね、すごい。の漫画キャバクラ漫画とかホスト漫画面白くないですか？あ、ちゃんと見たことないかも。締め日だから担当にシャンパンを下ろさないと。みんな友達めちゃくちゃ保守強だよ。じゃあ多分今頑張れる気だ。ね、歌舞伎町いるんじゃない？そうでもなんか担当と喧嘩してみたいな、あもう行かねえとか言ってた。めちゃくちゃ病んでるストーリーいつも。そういうイメージある。また喧嘩したみたいな。本物だ。で喧嘩できるほど仲いい。確かに。え、このような過去ですか？うん、やっぱそうなんだ。あのモンスターの。ああ、でもストカ持ってる。すごい。ストカ特典券4枚の全員社名、特典券15枚の全員席、特典券5枚で8枚セレクト席ご希望の方いらっしゃいませんか？教えちゃった。ごめんね、教えた。そしたらもう個別の受付を始めようかなと思います。特典券1枚で社名を取ります。私ね、特典券1枚で席ご希望の方、ちゃんがホストで、ホスト側のちゃん、ね、お願いください。何のシャンパン飲みたい？ふーちゃんのために何でも飲すよ。アルマンドじゃね、350万円のアルマンドで。なんで知ってんだよ、酒飲み。めっちゃありますよね。そう、みんなね、個性豊かなのでぜひゲットしてください。あちゃん、ふみちゃんです。ふみちゃんで、あ、なんかしない。えぇ、ー、あちゃん、ふみちゃん、私はメイさんにフィしました。 MCM のリフト確か。私がお気に入りの、あ、これモンターのやつだよ、これモンター。モンターが作ってた。アイちゃんの足踏んでた今。でもアイちゃん最近巻き髪にはやハマってるから、うん、巻き髪にしました。いいだ。そう、でもここすぐだよ。で、一回ライブしてるから、ここそこ多分本当はウェーブで巻いてたんだけど、あらら取れちゃった。あ、今日ここ桜チルだった。あ、そう、桜チル。はい、こちら個別行っております。個別開始しております。あいちゃんのだから長さが竹が、ただいま個別特典を受けたまわっております。本日スペシャル特典は店内贅と、そしてお話し会となっております。本日 1.5 倍ですので、ぜひぜひポスターを獲得するためにも、そしてオフ会に一つでも参加するためにも、ポイントたくさん貯めてくださると嬉しいです。あ、嘘、これよく見る、ふみさん。あ、ま、初めて見たけど、初めて見た。メイ、ジュリア、ササ、しおりです。いや、ふみさんから借りたので、もうこの服は着ません。もう一枚詰めれます。足はミニスカートです。はい、チェーン、チェーン、ありがとう。はい、個別特典こちらです。サインの人こっちでもいいかもしれないです。そぼろない。サイン、サイン先にこっちの方が早く済んじゃうので、サインご要望の方先にこちらにお並びください。特典券1枚でサインです。青いから服を借りました。こういうマーメイドスカートに、これは何だろう、なんだかタートルニット、何らかのニット、何らかのニット。サンタさん、ね、皆さんから見て右側で個別特典を行っております。よきよき。練習。ただいま特典券は今日までは販売してないです。そう、お休みしたら。今明日から。みんなここに指いてんだよな。すごい。同じ、みんな人間同じ体の作りやで。受けてる。ただいま個別特典受付しております。あるの？すごい出る。特典券1枚で、
2枚で席が取れます。ちょうどいい通りおまかせ特典とか入れていただくと、もしかしたら今日の写真届くかもしれない。藤田明太子、誰かと同じこと言ってるな。誰だっけ、ほのか、変態と同じこと言ってます。では、埼玉県の伝道師持丸ゆきちゃんと今日は私交換校でしております。サインご希望の方はライブ副出演から見て左手側のテーブルのところまでお願いします。みたいな感じです。そうだね、大人です。私が本当の大人。全部皆さんから見て右側で通常特典を行っております。左側の誰もいない方ではサインを受けたまっております。サインご要望の方先に左側に並んでくださると助かります。よろしくお願いします。京都の伝道師見習い若ゲニアです。今日は花さんのお洋服をお借りしました。かわいい。やった、あ、花さんが画面の向こうです。そう、ショートパンツ、レザーのショートパンツめっちゃかわいいです。これお気に入りになりました。そして花さんのやつも見ましたか、ささめたるさんの最高。あ、最高です。これはコーンっていうメタルバンドの T シャツです。あ、映ってないね。コーンって書いてあります。まあ、いや、コーンはあんまり聞かないけど。あ、聞かないか。コーンです、コーンです。コーンのコーンです。コーンね、コーンです。なんかメタルなんだけどヒップホップの要素もあるみたいなバンドです。超かわいい、ささめとるさん。イエーイ。OK。 髪型、あ、そうそうそう、そうなの。あ、リボンつけるの忘れた。ハーフアップです。初めてみんなの前でハーフアップしました。はい、いつもし自己紹介しない人こっち来てください。いつもディアのせいでクーさんがついてるやってくれないのかなって思ってるんですけど。あ、撮る？こんにちは、バンダイジャパン埼玉県の伝道師の山田ゆきで、今日はリマさんとお洋服を交換をして、リマさんのお洋服を着たよ。普段全然着ないロング丈のワンピースを着ました。隠れてる。可愛いお帽子も借りました。ぜひ月中で、普段本当にこういう服着ないからめっちゃレアかも。可愛い、すごいみんなに可愛いって言ってもらえて嬉しい。こういう服も着ようかな。やばい。紹介してない方、北海道の伝道師見習いの道具です。今日はスーさんにお洋服を買いました。でもタイトな感じのスカートです。こういう服って初めて着た。ミショルとかなんか肌が見えるものあんま着ないのでちょっと緊張します。私のフォームがあるか分かんないけど、特典ページがあるか分かんないけど、配送だったら待ってます。いや、待ってます。まだの方。はい、千葉県の伝道師の和田マリアです。今日は、つくもののおばちゃんにお借りしまして、ギャルです。ギャルです。ピース、足がすごい。あ、足がね、皆さんから見て右側で通常特典を行っております。本当にと思ったけど、あるけど、私にいるわけない。でも、なんかそのロングブーツ履いて、なんかちょっとその足のそのまま収集もなしに返すのちょっときついんで、いいでーす。そう、なんかののちゃんから巻き下ろししてくださいって言ったんで、巻き下ろししたらちょっと大人っぽくなるです。ぜひよろしくお願いします。OK。
きました。 YouTube より足めっちゃ出てるから、よかったら足、マリアの足が好きな人あんまりいないだろうけど、マリアの足好きな人はぜひ。いや、ふんふんじゃない、ふんふんじゃない、マニアックな方はぜひ。紹介してない方、こんばんざいバンドジャパンの神奈川県の出だしみならシガジャパンの山の子でもってほのかです。私はじゃあちょかちょかちょかちょジュリアさんの服を借りました。もう今なんか値段聞いてちょっとなんかでいいのかなみたいな。いや確かにそんな高くないようが高いんでちょっと怖いです。頭に楽しみ皆さんから見て右側で受付を行っております。ビーフちゃん似合ってる、めっちゃ似合ってる。こういう系の服も意外といけちゃう。なんかいつもこういう系の可愛い系じゃん、地雷の、うん、大人になったねって感じ。大人にしたかった。ちょっとやった。大人でも私が普段着てる私服だとまだ大人すぎるから、こちらで受けたまっております。最近ピアスをバチバチに開けたのでそれに合うように。そう、爪にも合うと思って。そうね、ネイルにも合います。そう、かわいい、すごい可愛い。下北沢にジュリアさん紹介しなちゃんにお洋服を借りまして、このレザーのトープスとレザーのキャスケットと、私足出さないけど今日だけは足が出ています。ありがとうカメラ、よろしくお願いします。え、入ってない、入ってない、皆さん、入ってない、ちょっと地雷見強いかなと。皆さんから見て右側通常特典です。ほのかが着るとか、椅子が時計しない次のレギュレーションに行きます。そして皆さんから見て左側お大きなお兄さんがいるところで、サインを受けたまっております。お兄が踊ってるけど誰も並ばなかったら恥ずかしいです。ピンクにしたそうなっちゃうかな。なるよ、なんかピンク、なんか MCM しょってます。それいや MCM 一時期めっちゃ欲しかったんですけど、そう買ったらハートになっちゃう。なっちゃう。通ってらっしゃる、通ってらっしゃる。せなちゃん、バンザイ。せなちゃん、ジャニーさん、今さんいる、今さんいるよ。めっちゃエロい、特典券セクシー何枚ですっけ。特典ぜひナビタン、あ、そうだ、買えないって。マイクは特典券3枚で4部ずつ販売中です。あと、アフロナイトマイトミュージックビデオ試写会のワンマンライブ、マイクは1本で1個分で特典券3枚で発売中です。あのガチで書いたそのままの直筆原本ですので、もしよろしければゲットしてください。なんだけど、ドキュメンタル。え、待って、やばみたいな。感動やば。喧嘩した。やばすぎ。あれやな、あんなに音楽開いてるって言ってる。音楽開いてる。あらまあ。強そう。ただいまこちら通常特典です。
カチューシャつけて外出たらマジ痛すぎて。今日は特典券3枚で私たちがライブで使っているセンスを1分間書き放題で販売しております。あとセンスとサインとレナさんが今持っているものが欲しい方はぜひぜひこちらの机の方に並んでください。ありがとう。サインだけの方はいけないと、あとそのフォーメーションマイク表とセンスが欲しい方は3枚で書いちゃいます。今日は 1.5 倍量ということでたくさんの特典ご購入お待ちしております。今日の特別特典はビレッジヴァンガードでのデートか楽しさです。ごめん、こんにちは。あ、忘れてた、ありがとう。こんにちは、福岡県の伝道師ののしあおです。今日はささんにお洋服を借りてボイッシュな感じになってます。ぜひゲットしてください。お待ちしてます。ワオライブ、ワオライブにログインしてください。してこよう、よろしくお願いします。みんな髪吹雪休めてください。ハロー。今ワオライブっていうアプリを開いてもらうと紙吹雪タイム、紙吹雪集めタイムをやってるので、ぜひそれをね集めて稼働でバンダイジャパンの稼働の時に投げてくれたら嬉しいです。皆さん、今稼働専用アプリワオライブにて、ログインしていただいて紙吹雪を集めてくれると嬉しいです。ありがとう。3月2日で今日がもう最終日なので、とお話し会、お話し会と、ワオライブログインしなきゃ、店内のデート特典の打ち合わせじゃない、申し込みがもうちょっとです。もう終わります。もうちょっとでお願いします。あと何だって、作戦立てました。そうか、今ハローアイドルマスではですね、普通のいつもね、NGT さんだっけ、NGT さんが、グループ内でのやつをやってるので、一気にね、その2つの部屋を見ていただくと、200ポイント紙吹雪が、ゲットできるので、レラちゃんとね、メルちゃんの戦いに向けてね、貯めておいてくださいね。グループを選択をしないとね、いただけないのでお願いします。ただいま個別特典を行っております。動画ご希望の方は並んじゃってください。動画も受付中です。皆さん、特典券1枚から3名席、動画受付しております。花木さやです。今日はしおりさんの服を着てます。後ろのリボンが可愛い。すごい、でギュッてしてるのも、それもパフパフしてます。パフパフワンピースです。あ、こんばんは。ぜひ左上のバター公式グッズ販売コスパニックストアからね、 CD と特典のガチャもお待ちしてます。こいちゃんバンダイジャパン史上最高のジャンルを今なんかすごいタイトな服で、ね、すごいわ、ね、いるので大人になったような気持ちになっています。葵ちゃんにえいじゃん。えいじゃん。もう絶対に3歳。やめないだったよね。これのとこ。そう、なんかリアル、もう一個のね配信のそう方のね動画でね、3歳らしくて3歳っぽい服になってます。ルナさんの服を借りました。あ、赤ひなゆみです。ピンテールちょっと高めにという。感じです。席取った後によろしくお願いします。チーム6期です。席6期です。
だ、9時じゃないもん。お母さん、お仕事中だから。もう今日は、今日休みで。初めてのお使い。ぜひね、シャッフルチームなので得点をゲットしてください。結構今回特にね、みんな着なさそうな服のシャッフルとなってます。本当に。さっきめっちゃ楽だった時にできるよ。山菜クオリティだけど。よろしく。山菜クオリティの楽屋記者名をね、頼んでいただけたら。さーちゃんとかくーちゃんはめちゃめちゃ美しい系の落書き者も30分までさーちゃんはさーちゃんがゴーサーらしいフレッチバーガードさんだからね、そう、背景もありますさーちゃんはこの背景好きですね、かわいいカラフル、そうそう、私漏れるんですよ、そう、個人的なね、ね、かわいいちっちゃいすごいロキちっちゃいロキちっちゃい、かわいい、あ、お母さん来た、お母さん、あ、どうぞどうぞ、お母さんね、露出すごいレバさん映ってママセクシー、あ、上から通ったらちょ、ありはーってなっちゃう続きはウェブで。ここからは有料です。有料コンテンツ。ああ、可愛い。セナちゃんは誰に貸したの？セナちゃんです。セナちゃん。ああ、そう思った。セナちゃんっぽいと思って。そう。あまり見たことない感じの雰囲気。いますよ。あ、葵ちゃんいたいた。ささんは、あ、いたいたいた。かっこいい感じですよ。そう、ささメタルさんと青ささん、青さささん、青さささん、青さささんです。青ささささんメタル。あ、ささをあとも聞い。スプリーマを映す。スプリーマを映す。ここにいるよ、ここにいるよ、まだこれ笹川の服、笹川になった、おいし、マジで普段着らん感じ、うん、何枚だっけ、6センチ、あ、2、2かな、2だよね、確かに、だからまだ2だと思う、2だと思う、いたー、いるー、ユミいるよ、ユミさっき映ってたよ、ほら見てる、見てなかったかな、女はべらかしでもさっきホストみたいって言われた、もちもちはリマさんの服、もちもちもちとリマはね交換校してた2人で、このペアをゲットして、いえ、おもちもちおもち、こんな服、リマさんの大人、大人女子です、今日はなんか本読んでた感じの女の子、本は読みました、すみません。あ、どこやった？いいな。絶対に行きます。ね、めっちゃ可愛いバンドマンみたいで好きです。可愛い。めっちゃ可愛い。この人個人で買ってんだけど、今2枚もらいました。明日ね、30分遅くなっちゃったんだね。館内デビルポーズは確かなんか、あ、こうか、こうだ、
なんかちょっと曲げるんだって、デビル。館内デビル。みんなガチのお会計して。ゴー、特典ゲットしてる。美容院行けてないよ。もうここがね、黒くなってきてるし、エリア長い。あ、みんな TVer で見てくれた。ありがとう。誰かにバトンタッチするかな。特典ゲット待ってるよ。待ってます。あ、貸してくれた、貸してくれた人がいた。めちゃくちゃ気持ち悪い。あ、しちゃった。次に行ってしまった。あ、行ってしまった。あ、ダッフィー届いた。本当ダッフィー持ちます。皆さんいい仕事したでしょ。優勝です。真っ白けけ。出てきそうな感じ。確かにメルヘン、メルヘンの国。あ、サップいい。ありがとう。めっちゃ可愛い。あ、やった。お姉さんっぽい。お姉さんになりました。ニャちゃん今日はツイッターじゃないから、ね、買い時では。あ、待ってます。買い時では大人っぽいニアメタル。ニアメタル。大学生。ほら一番最年少がほら嘲笑っとるか。ごめんね。まだでかい。あれ。あれ。全身見えないねこれ。ほっそ。すべすべ。いや私ここ掴めるんだよ。本当だ。それは無理だよ私。だから私のこと一緒ってことか。マジ？ちょっとちょっと怖い。ちょっとお願いします。妹自引きしたんだが。妹自引きしたの。家帰れよ。家に帰らない。あ、違ったか。あとね、実は自己評価のせいか。肩だ。触れたら生、生だった。触れたら。パエティ。アイちゃんに僕のところ。チェキ写真じゃん。写真じゃん。物みたい。50万。ナチュラル。あ、この私、ののかとデートしてきます。何かうな。それでも買ったの。キモい。やっぱり。超キモい。よく二人で買ったの。履いてるイメージあるクルベソックス。クルベソックスは良かった。動画は一番苦手よ。妹を引いた。お話し会を閉めちゃおうかなみたいなお話になった。ママさん、会社によ。本当に本気出したらまず食べれちゃうからさ、ごめんなさい。誰とじゃあ私から始めちゃおうかな。ありがとう。まだだって。ずっと喋ってる。一人。ハビゴさんもびっくり。いるかな。もう完成。これやだ。お話し会を始めていこうかなの話だわ。始めないとく？ゆーちゃん。あうち。髪なんかいつもと違うね。今日ののかが巻き下ろししてくださいって。巻き下ろししてるから。ちょっとその音聞いた？
確かに同じだったポジション同じだった。あー、やばかった。皆さん危ないよ、危ないよ。ありがとう。今日はリママリアさん誰もいないよ、高木さんそこにいる場合じゃないよ。週末頑張るって言ってなかった。あれ週末か、もう金曜日、週末だもんね。あー、週末だよ。生中美さんもいなくて寂しいです。なんでいないんですか。マリア27いらないのに。あー、そうなのか。27いらないからリリーが1回しか出らないのに。いてほしいよ。台湾ライブもいなかったよ。今日はずっと一人でした。マリアがいるよ。違うんだけどこれは。あマジで違う。ないないない。いろいろ肉がない。ウルドに見えちゃう。バンサルちゃん、バンサルちゃんこれ。マリアが。リマのこと脱がそうとする。ベスト一致でしょ。退場。なんか葵ちゃんから変な賞受賞した。ベストエッチでしょ。言い方よ。ティッシュでも、ね、見るたびに舐めたいし舐めてみたい。初めて願望ができた。人を舐めてみたい。喜ばないで。ほらほら、なんかさ舐めてみたいと思ったの初めて。それがリマでした。やばこんなとこ見させられたらね。いや、ね、初めてもらったわ。ミルクの味がしそうだなと思って。ちょっとだけ行ってみようかしら。これ朝日ジュニアちゃんって言います。ちゃんといつものね朝日ジュニアちゃんです。初めて持った感じ。こんな感じを初めて。キモ、お前の方が決めよう。ほら、キモ、私足だからな。あ、足、足、大好きな足。食べる？あげません。やべ、ジュリア細すぎてまずそう。ないんだよ、実は。いやいや、でも、昔よりは昔よりは肉ついたけど、これくらいがちょうどいい。なんならもうちょっと切ってもいいくらい。やっぱ、小島春菜さんも出してるので。あんなに柔らかそうじゃない。すごいもんね。カリカリしちゃう。だからやっぱカリンちゃん多い。はい。いや、わらちゃんヒヤヒヤしてくれたからかどうか。ヒヤヒヤスキーってなってる。やばい、夜のマイトにも行きそう。やばい。失礼じゃない。行かないよ。特大変えたかった。現場限定です。カリカリマシュマロ何の話。バーベキューの話。マシュマロ焼こうね。ジュリアがね、マシュマロボディじゃないよって話。カリントーボディです。そう、カリントーボディ。あれはこんがりカリカリ。マシュマロっていうのはほのかみたいなの言うんだよ。そうそうそう、本当に。夜のバイトは誰が行くの。私が言われた。多分行きません。すごい。これどこで止まんのこれ。有機の有機の消しカラスとか。でも普段有機が来てるっていうのは本当にね、信じられない。すごい。めっちゃついていこうか。あ、いいよいいよ。もう、こうするからいい。あの電源つながってるから。終わるよって。メンバー終わるよ。なんか、いや、散歩してる葵ちゃんとかでいいんじゃない。葵ちゃんがね、終わったら終わりましょう。みんなが注文してくれましたか。特典、この配信も一緒に終わっちゃうから今のうちにゲットしてね。
終了します。ありがとうございました。はい、じゃあお話し会に移っていきます。じゃあこっちも切ります。